サッカーができる平和に感謝。こういった中で、自分たちが今、平和にサッカーができているってことは当たり前じゃないと思うので、サッカーができることに感謝しながら、なおかつ、これから先も、ずっと平和な世の中になっていけるようにっていう思いで。広島に住んでいるので、8月6日を迎えるたびに、本当に考えさせられますし、全国の皆さんにも考えていけるように、そういうふうにどんどん伝えないといけないという義務が自分たちにあるかなと思います。戦争がない世の中を、作っていきたいですし、サッカーを通じてこれからも、たくさんの平和を与えられるような、そういった平和のシンボルとなれるような、そういうクラブだったり存在になっていけたらいいかなっていうふうに、そういう思いを込めて書きました。